ネギっ子メグさんと一緒にリラクゼーション、一週間の疲れを癒しましょう。牛の顔のポーズです。股関節周りですね、肩こりや背中のほぐしにもなるようなポーズです。牛の顔の牛の顔、はい、先生よろしくお願いします。お願いします。膝立てた状態からスタートしていきますね、はい、まず 右膝畳んで、右のかかと左のお尻の横に持ってきます。はい、そのまま膝と膝を重ねていきます。左の膝も曲げて右の膝の上に重ねるように畳んでみましょう。そうで、畳みづらいので一旦お尻グーッと持ち上げて、はい、そうです、そうすると膝と膝グーッと重なりますよね。その状態でまっすぐお尻を後ろに引いてあげると骨盤がグッと締まるような感覚、お尻の外側にストレッチが入ります。はいで、下半身このままですね、おへそを立てながら息を吸って右手を持ち上げます。吐きながら肘曲げましょう。右の手のひら後頭部あたりですね、はい、はい、で、左手背中の方にくるくるっと回して、余裕があったら手の指と指をこうやってつないでいきます。できるかなきつかったらタオルとか紐みたいなもの、はい、使ってあげても全然いいです。それはいいですね、はい、無理がない範囲で。あ、でもいけたそうです。で、左右の座骨でマットをしながら、下半身のバランス崩さずに吸って右の肘が持ち上がる、吐く息でぐーっと左の肘が下がってく、左の肩が下がってく、肘と肘が引っ張り合いっこしてるような状態で、はい、保ってみてください。背中や肩周りすごい効いてきません？あ、確かに、うん、なんかジンジンしてきましたので吐き切ったらゆっくり手をほどいていきます、はい、で、足も手の力を使ってゆっくりほどいてあげます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ここで今日のポイント、上の方にかけた足、膝立てた状態で行っても構いません。背中ですね、手を組ませる場合もタオルなど代用して無理がない範囲で行ってください。引っ張られていく、そう、肘と肘がこう引っ張り合いと感じてされてるような感じです。おすごいすごい、手を結構意識してたんですけど、はい、全部なんかつながってるような感じで、体はやっぱり一つなんだなって。そうです、その通りです思いました。素晴らしいです。